ちょうどですね2020年の7月はコロナがまだですね始まったばかりと言いましょうか、緊急事態が明けたぐらいでありまして、その時ですね私たちがよく言っていたのはステイホームというですね言葉であります。なるべく家にいましょうと、まあ、そのステイホームをもじりましてですね、その2020年の関東各世界完全オンラインで行いましたけれども、その時のテーマが、まあ、ステイジーザス、まあ、ちょっと英語としては変なんですね、ステイジーザス、ステイインジーザスというのがきっと正しい英語なのかもしれませんけれどもですね、まあ、要は、まあ、和製英語ですね、イエス様にとどまりましょうという意味で、まあ、家にとどまりましょうがステイホームなら、イエス様にとどまりましょうという、まあ、意味でですね、ステイジーザスという、まあ、そういうタイトルをつけて各世界を行ったわけですね。まあその時に、まあ、今日のこのメッセージを私もそういうことを思いながらさせていただいたわけですけれどもですね、その時に思ったのはイエス様にとどまる中で私たちが成長していくということでありました。まあ、名前を挙げて大変恐縮ですけれどもね、エリちゃんがいます。でちょうど生まれて1年ぐらい経ってたんですけれどもですね、緊急事態宣言でしばらく会えなかったわけですね。しばらく会えなくて、そして、まあ、何ヶ月ぶりということで、まあ、会った時にですね、すごくやっぱり成長しているなというふうに思ったわけですね。まあ、今幸いにもですね、日曜学校には本当にですね来る子どもたちが与えられていて、ね、特にいわゆる保育園児といいましょうかね、園児の年齢の子が今2名ですね来ているわけですね。特にその子たち、園児の子が2名、しかもその下のですね、2歳の子が1名ですかね、つまり非常に幼い子たちが今3名来ているんです。でそれこそですね1週間ごとに会ってもすごく変化を感じるんですよね。ああすごくしっかりおしゃべりができるようになったなとかですね、本当に最初の頃はそのベビーカーの中で寝てた子がですねしっかり起きてですね、何かこう非常にこう積極的なアクションを見ることができるようになってくる、そういった意味でですね、本当にこう特にその時期には毎週会えなかったっていうこともあってですね、そういう小さな子どもたちが2週間ぶり3週間ぶりって会うと本当にこう成長していると、皆さんもあると思うんですよね。ちょっと久しぶりに教会来たなと思ったら、あなんかすごくお姉ちゃんになってる、お兄ちゃんになってるってね、まあ、そんな風に感じるようなことがあると思うんですけれども、やはり私たちの中に命というものがその生きているならば私たちは成長していくということですね。そして私たちの信仰もそうであらなければならないということですね。ぜひですね信仰の成長に対する願いと言いましょうか、祈りというものを今日新たに持ちたいというふうに思います。そして私たちの信仰の成長は神様とつながり続ける、イエス様とつながり続ける、イエス様にとどまり続ける中でのみ与えられていく、そういう恵みだということですね。クリスチャン生活を、まあ、あんまり深く考えないで続けて、もちろんそれでも成長がないと私には言えません。何かの成長はあるかもしれませんけども、やはりですね、本当にこう意識的に私たちが神様とつながり続けていく成長の中で、その信仰が育てられていく恵みというものもあるんだということですね。ぜひ、今日ですね、新たに心に留めたいというふうに思います。今日は、ヨハネによる福音書の21章、礼拝ガイドの方ではなくて別刷りのプリントが修法に挟んでありますので、そちらをご覧になってください。新約聖書のヨハネによる福音書の21章の15節から23節までというところですね、まあ、開いています。ここはよみがえったイエス様がガリラヤ湖畔で弟子たちの前に姿を現されたという、そういう箇所であります。イエス様は十字架はエルサレムというところで十字架にかかりました。これはイスラエルのどちらかというと南側にあります。そしてガリラヤ湖というのはもともとイエス様たち、そして弟子たちのほとんどがガリラヤ地方の出身でありましたけれども、イスラエルの北部の方なんですね。ですからちょっと離れた場所であります。イエス様は十字架でよみがえって、弟子たちもその時はエルサレムにとどまっていましたけれども、しかしイエス様がガリラヤで会おうと、ガリラヤで会えると、そのように告げられましたので、弟子たちもまた期待してガリラヤへ、まあ、行ったんだというふうに思います。しかし今日読んだ箇所の少し前で、まあ、お手元にはないから聞いていていただければと思いますが、21章3節でですね、まあ、ペテロたちは私は漁に行くというふうに言ったわけですね。ペテロ、そして兄弟のアンデレ、
またもう一人兄弟がもう一組いまして、ヤコブとヨハネですね。このヨハネによる福音書を書いたヨハネがそのヨハネだろうというふうに考えられていますけれどもですね、この4人はガリラヤ湖で漁師をしていた人々でありました。彼らが漁に行こうというふうに言ったのは、まあそこもいろんな解釈が施されていますけれどもですね、ちょっと時間があるから久しぶりにさて船でも出してみるかということではなくて、もうイエス様の弟子はやめて漁の生活に戻ろうかと、そのような意味合いで私は漁に行くというふうにペテロが言ったんじゃないかというふうに理解されています。おそらくそうだろうというふうに思うんですね。だからこそここでイエス様と会ってイエス様の語りかけを聞くということの意味が出てくるわけですね。弟子たちもじゃあ一緒に行こうということになりました。他の弟子たちは漁師の出身ではありませんから、俺たちもじゃあ これから漁師やろうかということではなかったかもしれません。まあ、とにかくですね、これからどうしていこうかということを考えながら、とりあえずはちょっと船でも出してみるかということだったんですね。まあ気持ちがまとまらなかったけれども、少なくともペトロたちはもう漁師に戻るしかないのかなっていうふうに思っていたんじゃないかと思います。そのような失意の中でですね、イエス様は確かによみがえったんだけれども、イエス様はよみがえって、そして弟子たちと40日間一緒に過ごしたと聖書に書いてありますが、しかしイエス様はよみがえったからといって彼ら元気もりもりであったわけではないんです。弟子たちが元気もりもりになるのはその後のペンテコステを経てからですね、聖霊が下ってからです。ですからまだ彼らはイエス様は確かによみがえったんだけれどもという感じですね。そして、船を出しました。漁師はガリラヤ湖の漁師、まあ、他の漁師たちもそうかもしれませんが、夜中に漁に行くんです。その方がよく取れるんですね。昼間は明るくて船魚があまり上に上がってこないとか、そういうことがあるようです。やっぱりですね、その時にはあまり魚が取れなかったんですが、岸辺でですね、こちら側に網を下ろしてみなさいという声が聞こえてですね、やってみると取れたわけです。その時に、ああ岸辺で声かけたのはイエス様だということに気がつきましてですね、まあ、その時ですね153匹取れたというふうに、まあ、書いてあるんですけどもですね、まあ、彼らは驚き、またイエス様だと分かってですね、興奮しながら、岸辺に行くわけです。岸辺に帰ってきた弟子たちをイエス様迎えて、そしてさあ来て朝の食事をしなさいというふうに言いました。イエス様はそこでこう火を起こしてですね、食べるものの準備をしていたわけです。弟子たちはその時に誰もあなたはどなたですかというふうには聞かなかった。それはもう明らかにイエス様であるってことが分かったからだってことですね。なんかこう独特の緊張感を感じます。よみがえったイエス様に何度も会ってるんだけれども、なんかですね、やっぱりなんかこうね、独特の緊張感がある感じですね。まあ、やはりそんなような感じなんでしょう。あ、イエス様ですね、どうもっていうような感じではないようであります。イエス様はそこでパンを取って弟子たちに分けて与えられた。また魚もですね、焼いて弟子たちに与えられました。イエス様がそれまで弟子たちとやってきた食事のやり方であります。当時のイスラエルのご飯の食べ方で、いわゆる食事の時の席のご主人、例えばその家のご主人であったりですね、そういうホストであったりするような方たちがですね、パンを裂いて、そして一緒に食べる人々に分けるわけです。きっとイエス様と弟子たちが一緒に行動していたその3年間の間もそのようにしてきたんだと思います。きっと楽しい食事だったと思います。最初はですね、ちょっと緊張感もあったりしたかもしれませんけれどもですね、しかしとにかくですね、楽しく食事の席がそこで進んだんだと思います。イエス様は変わらない、変わらない雰囲気で船から降りる弟子たちを迎え、そして今までと同じやり方でパンを裂き魚を分け、そのように食事をしたわけです。おそらくイエス様は、聖書に書いてないからそのように私は思うわけですけれども、弟子たちを責めてない。なぜあの時にあなたたちは逃げてしまったのかとか、なんで最後まで十字架の苦しみを共にしてくれなかったのかとか、なぜゲッセマネの園で私を置き去りにして捕まえられるままにしてあなたたちはどっか行ってしまったのかとか、そんなことはイエス様は一言もおっしゃらなかったと思います。
イエス様は最後の晩餐でペテロたちに向かって、あなたたちは私につまずく、そのように逃げ出すことを予告されていたんです。ですからやっぱり私が言った通りになったじゃないか、そんなふうにも一言もおっしゃらなかったと思います。弟子たちはそんな緊張もあったかもしれませんね。イエス様がよみがえったのは嬉しいけれども、でもな。でもこの時にイエス様が優しく食事の準備をし、彼らを迎え、よみがえってくださった主がどのような思いで弟子たちを迎え入れてくださっているのか、それが理解できたんじゃないかと思います。それで安心できたんじゃないかと思います。決してイエス様は私たちを責めてない。いつかそのことが言われるんじゃないか、いつかそのことが言われるんじゃないかなんて思ってたかもしれませんが、そんなことでイエス様は私たちを責めたりなさらない。そのように安心してその食事を食べ、そしてイエス様と交わったんじゃないかなというふうに、このところを読むことができると思います。このような食事が続いて、そして先ほど読んでいただいた聖書箇所に続くわけです。イエス様がペテロに3回、私を愛しますかと聞きます。そしてもう一度弟子として従うことを求めるわけですね。ペテロの再証明、証明、命を召すと言いますけれども、あなたの生涯を私に預けないか。そのように、まあ、イエス様がもう一回ペテロをですね、こう呼ばれる、そういう場面であります。この大事なイエス様によるペテロの再証明のこの語りかけの場所がガリラヤだったっていうことは、こうすごく意味があるんじゃないかなというふうに思っています。エルサレム、そこはやっぱりちょっと緊張する場所ですよね。イエス様よみがえりましたけれども、イエス様を十字架にかけた反対派の人々たちはいるんですよ。相変わらずいるんですよ。そしてイエス様の遺体はなくなりました。弟子たちがそれを盗み出したんだなんて噂ももう広められてしまっている。ですからエルサレムはちょっとですね、緊張する。もしかしたら彼らは相変わらずこそこそしながら見つからないようになってですね、そんな風にしていたかもしれませんね。そういうエルサレムを離れて、おそらく十字架の出来事からはこう騒ぎからちょっと離れてですね、こう静かな場所であったと思いますね。心落ち着いた場所でイエス様と静かに過ごしながら、イエス様はもう一回ペテロに、ペテロにということは弟子たち全員にということですけれどもですね、従ってくる呼びかけをなさり、弟子たちが落ち着いた気持ちでですね、それに応答できるようにって、そんな場所をここに備えられたのかなという気持ちもするわけです。3つのポイントでこのことをさらにお話してまいりたいと思いますけれどもですね、一つ目は主にとどまるということ、主にとどまることの大切さですね。15節を読みます。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。この人たち以上に私を愛しているか、この人たち以上にというのから言われるとですね、私たちもちょっとドキッとしてしまいますね。まあこれはペトロ個人にイエス様が言われた言葉として記されていますが、他の弟子たちもそれを聞いているわけです。この福音書を記したと考えられるヨハネもですね、そしてこの聖書の箇所をずっと繰り返し読んできた、もうこの2000年前から繰り返し読んできた私たち教会もですね、これを自分に対する主の言葉として受け止めてきたはずなのであります。私たちも今日これを私に対する言葉として聞くわけです。この人たち以上に私を愛しているかと、イエス様が私におっしゃっている。これは22節の言葉もまたこの言葉につながると思います。22節にイエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさい。他の人がどうであれ、
あなたは私を愛するか、そのようにイエス様は私たちに問うておられます。他の人がどうであれ、あなたは私にとどまるか、そのようにイエス様は私たちに問うておられます。イエス様にだけとどまるように、イエス様にこそとどまるようにと、今日イエス様はこの御言葉を通して私たちに語られています。さまざまな出来事の中で私たちの信仰が揺さぶられるということがあります。しかしどういう状況になったとしても、たとえ信仰においてつまずいたり失敗したりしても、イエス様にとどまろうとするならば、私たちはまたそこからですね、本当に主と共に歩むことができるわけです。この時のペテロたちは一番イエス様に顔向けできない状況です。十字架に一人孤独にかかっていくイエス様を見捨てて逃げてしまったような彼らです。しかも絶対そうしないと決めていたんです。私たちもそのように自分の信仰の姿が必ずしも自分の願った通りではなかった、自分が理想としていたようではなかった、当然そうあるべきだという姿ではなかったというですね、むしろ非常に恥ずかしい自分の姿に気がつくことがあるかもしれない。でも私たちがなすべきことはイエス様にとどまるということですよね。すごく前に戻る必要ないんですよ。私たち一から出直さなきゃなんて思う時ありますよね。でも一から出直す、信仰において一から出直すというのは、そこからまたもう一回始めるということです。戻るべき一というところがどっかにあるのではなくて、イエス様は今ここから私を愛し始めればいいんだよと、前のように愛すればいいんだよと、そのようにおっしゃっていてくださいます。今日ですね、本当にイエス様にとどまろう、新しくとどまっていこう、そういう思いを新たにしたいと思います。2番目に申し上げたいこと、イエス様にとどまると言いますが、それは主の御言葉にとどまるということですね。具体的には主の御言葉にとどまる。とどまるという言葉はこのヨハネによる福音書のキーワードの一つなんですね。とどまる、まあ、今日の箇所はイエス様にとどまるということを意識させるためですけども、よくそこで言われるのはヨハネの15章、今日は開きませんが、私はブドウの誠のブドウの木であり、あなた方はその枝であると。枝がその木に幹につながっていなければ実を結ぶことができないというですね、その枝が木につながっているという言葉はとどまるという言葉と同じ言葉が使われています。ですから日本語ではつながっていると訳されていますが、それは木だからつながると訳されているのであって、それは他の箇所ではとどまるというふうに訳されている言葉なんです。同じなんです。ですからイエス様にとどまるというのがよく分からなければ、それは幹と枝がつながっていることなんだなと思うとちょっと分かるかもしれませんね。それと同じことなんだということですね。そして主の愛にとどまるということは、神様の掟を守ること、御言葉を守ることだ、それが主の言葉にとどまることなんだというふうにヨハネの福音書は言っています。私たちの生活の中で、私たち一人一人の生活の中で、神様の御言葉がどれくらいの位置を占めているでしょうか。神様の御言葉がです。皆さんが喜んで礼拝に来てくださることは感謝ですし、そしてですね、本当にこういわゆる説教の時間を楽しみに来てくださっていることはとても牧師としては感謝でありますけれども、しかし牧師の解説、牧師の説教ではなくて、また何か良き信仰の書物ではなくて、神様の御言葉そのものですね。神様の御言葉そのものが皆さんに語りかける、そういう経験をぜひですね、今日からまた新しく求めていただきたいと思いますね。私はこの御言葉によって支えられている、そのような経験をさらにしていただきたいというふうに思います。皆さんの信仰生活を支えている言葉、聖書の言葉っていうのがきっとあると思いますけどもね、いくつかたくさんあるからと、ね、そういうこともあるかもしれませんがね、ぜひ、まあ、一つである必要はないですよ。二つも三つも四つも五つでも百個でもいいんですが、でもこの御言葉こそが私を生かしています、そんな御言葉をですね、ぜひ握り直してほしいんですね。私にとってはコリント第2の12章9節です。私の恵みはあなたに十分である。
何度もこの御言葉に立ち戻っています。特に自分が本当に情けないなと思える時に、でも私はあなたを愛しているというですね、神様の言葉をここから聞き取るわけです。私の恵みはあなたに十分である。そのようにですね、何か具体的な聖書の御言葉によって気づかされ成長させられる、そのようなですね、歩みをぜひ追い求めていただきたいと思います。私たちがイエス様にとどまるということは、イエス様の御言葉にとどまるということですね。そして3番目、3つ目に申し上げたいことは、私たちがイエス様にとどまろうとするのと同じようにイエス様が私たちにとどまってくださるということですね。イエス様もまた私たちにとどまろうとしてくださるということです。今日のこのヨハネの21章の箇所で慰めであるのは、先ほども申し上げました、イエス様はペテロの失敗を責めておられない。ほら言わんこっちゃない、やっぱりあなたは私のことを知らないと言いましたね、鶏が二度鳴く前に、なんていうふうにはイエス様はおっしゃってないんですよ。だけど許してあげるよなんて、そんなふうにも言ってないんですよ。ただこれからも私を愛するか、愛そうとするかと、そのことだけを聞かれたわけです。どれだけ反省してるかとか、自分の浅かさが分かったかとか、そんなことは言ってないんですよ一言も。これからも私を愛しますかと、イエス様が同じようにそのように私たちに言ってくださっているってことを本当に感謝を持って受け止めたいと思うんですよね。先週1週間の悔い改めは済んでるか。もちろん悔い改めは示されたならする方がいいでしょう。その方が心もすっきりします。でも私たちが礼拝に来た時にイエス様は私たちを歓迎してくださってると思いますけれども、先週の罪ちゃんと悔い改めてから街道入ったかなんてイエス様おっしゃってません。これからも私を愛するか、イエス様が私たちに呼びかけているのはこの言葉なんですよね。十字架を前にして三度主を知らないと言ってしまったことを思い出しては悔やんでいるでありましょうペテロに、自分を責めているでありましょうペテロに、漁師に戻ろうかとそんなことまで迷っているペテロに、私を愛するかと、そして私の羊を飼いなさいとイエス様の大事な大事な魂を委ねると、そのようにおっしゃっているんですよね。イエス様は私たちに、私を愛するか、それと私に従いなさい、この2つのシンプルな呼びかけを今日も変わらずに与えてくださっています。イエス様はこの時ペテロにそれまでと違うことを求めてないんですよ。もう君には無理だから別のことをさせようなんておっしゃってないんですよ。私に従いなさい。イエス様、ペテロがまだ漁師をしていた時に、私に従いなさい、あなたを人間を取る漁師にしようと言った時と同じ言葉です。私に従いなさい、もう君は無理だよね、向いてないよね、だから違う方に行きなさいとは言わなかった。私に従いなさい。常にイエス様は同じ言葉を持って私たちを呼んでくださっているってことをですね、今日ありがたく受け止めたいと思います。ですから私たちもイエス様から離れないようにしたいと思いますけれども、むしろイエス様の方が変わらないで私たちから離れないでいてくださる、イエス様の方が私たちの近くに留まっていてくださるということですね。そのことがどんなに大きな恵みでしょうか。イエス様は変わらない。私たちは時にぐらつき、私たちは時に変わり、私たちは誠実を貫けなかったりします。でもイエス様は変わらない。そのイエス様がですね、本当に今日も私たちと共にいてくださる、だからこそですね、私たちは招かれてこの場所にいることができている、そのことをですね、感謝しながら新しい週、またですね、3月が始まったばかりですけども、3月の歩みをですね、共に進んでまいりたいと思います。お祈りをします。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。不十分なものであります。これまでも不十分でありましたし、これからも本当に自信のないものとして、しかし何とかあなたに従っていきたいとそのように思っているものでありますが、そのようなものに対して
あなたは私を愛するかと、また私に従ってきなさいと、そのようにあなたは言っていてくださることを感謝します。ペテロが本当に、心を振り絞るようにして言ったように、私があなたを愛することをあなたはご存知ですと、私の愛の弱さや欠けや小ささもご存知な中でありますが、それでも精一杯の思いを持ってあなたに信仰と献身を捧げていけるように私たちを支え導いてくださることをお願いします。このような私たちのためにイエス様は十字架にかかって血を流してくださいました。そのことを感謝する気持ちで今から聖餐に預かります。この時を導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。